あなた食べてるよ。食べてるよ。ほんと？あれ、おいしい。私がいっぱい食べてる。いや、全然。なくして、なくして。うん。なくして、なくして。おいしい。よかったっす。めっちゃおいしい。嬉しい。パンがあっという間になくなったね。嬉しい、嬉しい。おいしいです。おいしいな。うん。おいしいよね。こういうペーストのやつっておいしいよね。おいしいよね。でもなんかちょっとしか食えない。いっぱい食べると気持ち悪くなる。まあ、それはそうよ。どっちだっけ？こっち。こっち？うん。うん。春の味。いいよ、どっちも。もう春の味が。で、なんか、金麦って、めっちゃ笑ってる。どうした、どうした？どうでもいい話っすよ。いや、いい。どうでも、そう、どうでもいい話。このままどうでもいいことばっかしやから。教えて。オッケー。金麦って、四季によって味が違うの。いいの？そう。ね、は、ね、春、ありがとう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 。そうなの？ありがとう、ありがとう。多分知ってるよ。知らないでしょ、まだ飲まないからね。ああ、そっか、そのこと。四季の味わいって書いてっちゃう。そう。そう。春の味、夏の味。なんか冬は、ちょっと濃い。なんか、多分鍋とかに合わせて飲むような感じになってて。俺一番春が好きなんだけど、飲みやすい。ああ。で、その季節しか売らないんだ。そう。ああ。そう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 。へえ。何を書いてんの？麦の産地とかかな？いつでも美味しい金麦を、金麦の季節に合わせて味わいを変えています。うん。しか変えてない。ね、そう。面白い。味わい、だから、配合とか変えてるのかもね、もしかしたらね。でも、多分全然違う気がする。飲み比べたらね、多分ね。美味しい。俺、分からず飲んでるけど、まあね、まあね。なるほど。こう分けると、りょうちゃんは多分、かねくんとちょっと似てるとこあるなと思った。あ、ほんと？ほんと？りょうちゃん。うん。合ってる？そう。え、ほんと？なんとなくその味覚とかもそのコーヒーの味の違い。あ、味覚か。ああ、最初だとベッドで真ん中に寝がちとか。ああ、そうね。そうね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。コーヒーもね、ウィンターブレンドとかさ、スプリングブレンドとかあるけど、カネコ、どれも一緒やんって感じだもん。そんな言わへんわ、わざわざ。そこまでこだわりないって言ったら。ああ、まあ、こだわりません。なんでも美味しく。うん、そう。なんでも美味しく食べるで。うん。アクパッド食べないの？あ、食べる食べる。食べる。あ、全然。何も気にしないで。本当に。え、何も気にしない？うん、何も気にしないでほしい。じゃあ、ちょっと、ベッド行ってきます。ご飯があったらどうしよう。ベッド行ってきます。なんか、カネさんがボケるとコッフェさん、ちょっと、しらけるよね。いい意味。いい意味で。いい意味。いや、それがね、よそ行きなんですよ。いや、ちょっと、突っ込むの？すごい、動揺してる、いつも。あの、カネ君が。ああ、そうか。ああ、そうか。回収できへんし、面白くできへんから、どうしようかなっていつもこう。ああ、そうなんだ。ああ、そういうことね。あ、そういうこと。でもなんか言わんと、次進まへんから。うん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 。なんでやねん。まあ、その、動画もそうやし、日常でもそう。あ、そうか。友達いる時もこんな感じで。あ、そういうこと。わちゃってこうボケるけど。ああ、確かに。どうしようかなって思いながら。確かに。っていうのが出てるかもしれない。こっちの人ちょっとあかんね。やっぱ関西にいた時よりも全然拾ってもらえへんくて、なんか東京の人と会ってた。ごめんなさい。あ、なんかなんて、なんか、え、けどだからなんか、はいって言ってなんか話、さーってスルーされることが多くて、家帰って傷ついてます。そうなんだ。慣れてないから。慣れてないから、ね、今度だって、あ、違うよって、あれは別に、しらけたわけじゃなくて、どうしたらいいかわかんないんだよっていうのを教えてもらって、あ、そうかって言うんですけど。いるもんね、どこまでも拾う人とかいるもんね。すごい才能よね。うん。え、それ、何？拾い返されたらそれも返せるんですか？え、いや、なんかあんま意識してなんか生きてない。あんまりなんか、あんまり何も、そんなに実はあんまり何も考えてなく生きてます。はい。はい。はい。みんなが笑顔やったらそれでいいっていうか、はい、そんな感じです。はい。みんなが笑ってくれたら少しの時間でも僕と一緒にいた時に、いただきます。なんか、飲んで、飲まない人でもすごい酔ってるような人っているよね。あ、これ、一回、飲んでも飲まんでも、飲んでもあんま変わんないんですよ、僕。ああ。酔っ払わへんっていうか。まあ、今酔っ払ってみたいなもんですな。なるほどね。基本の。だから基本ね、楽しいです。なんかその、飲みの席とかでも飲まない人でも同じテンションにいられる人とかいるじゃん。はいはい。すごい羨ましいよね。それ僕かな。そうだよね。それ僕かな。確かに確かに。逆に翔ちゃんは飲みの席とかで飲まないと、こう自分喋れないっていうか出せない。でもなんか、いや、俺的にそんな風に思ってないけど、最近は、あ、飲まなくてもいけるんだっていう風にも思えてはきてはいるけど、でもなんか、
違うみたい。の、うん、飲んだ時の方がめちゃくちゃ激しいから。あ、そうなんや。だから、飲まない時だと、なんか、うん、人見知りみたいに、なんか見えちゃう。なるほど、うん。食べ物以外楽しいものある、あんた。いや、おるよ。おるよ。何がゲーム。ああ、そうか。ないのよね。ゲームとね。でも俺最近あの、BL ドラマ見るのめっちゃハマってる。あ、そうなの、うん、おすすめは？おすすめはね、最近始まったやつで、うん、あの、好きやねんけどどうやろかっていう大阪でやってる。へぇ、知らんわ。関東の、うん、あれではやってないんだけど、うん、FOD とかで、あ、そうなんや。見れるんだけど、それはちょっと面白い。チェックしよう。そういうの見ますか？見る。ああ、面白いよ。スタンドラム見てますね。あ、ノンスタンドラム。あ、スタンドラム見てます。大爆笑しながら見てる。あ、ね、あれめっちゃ面白い。うん、なんか BL 動向っていうよりかは、うん、まあそれの要素もめっちゃ全然あるけど、うんうん、なんかもう、なんかコメディードラマみたいな。うん。普通に面白い。うん。うんうんうん、部長がね。ね。うん、面白い。毎回もう大笑いしてますね。してる。すごいよね。すごいに入る。もうなんかああいうのいいよね。なんかスーッと入れるじゃん。うん。うんうんあの、普通の、普通のっていうか、あの、うん、人たちもさ、見やすいっていう、コメディとして、うん、面白いドラマとして見やすいから、うん、ああいうのいいよね。そうね。めちゃくちゃいい。うんうん、めっちゃいい。うん。じゃあ、やったーよかった言えた !15 分ぐらい誰も聞いてへんから、よし、今やった食べて食べて。いいの？いや、なんかずっとさ、なんかいいですか？ありがとうございます。出た。出た、出た。めっちゃ食うよな。全然、全然食べて食べて食べて。よかった。全然気にせず食べていいですか、うんうんうん、いや、ほんと、じゃあいただきます。じゃあお肉もいただきます。うん、もういい。お肉まだ残ってる。ありがとうございました。じゃあ、はい。じゃあこれ、そのまま食べよう。あ、いい。食べて食べて食べて。はい、いいえ、もう食べて。ありがとうございます。あ、そうですか。だから魚も、これも食べてね。ありがとうございます。本当に食べて。食べて食べて。うん。すね肉って言ったらなんか、ちょっと、ゾワッと死になってそうだろ。すね肉って何ここそうじゃないここの肉いや、こっちか。ここや、ここ。あ、こっちか。うん。じゃあ、そっちやったら。そう。こっちふくらはぎ。え肉ってどういうことえすねのお肉。すねのお肉。そう。一応、まああるじゃん、この外側にさ。うん。ちょっとなんか、ここ食うんじゃないこの。ちょっと、で、ここの、この、この、ここ。あ、そういうことね。え、だって、すねって骨でしょまあ、骨もあるけど、そうだよね。人間だと。上側についてる肉じゃない多分。あ、なるほどね。それか。うん。ああ、そこにしか。すね周り肉や。そうだよね。そうだよね。そういうことだよね。ちゃんと言うとそうやと思う。すねの骨の周りにある。そうだよね。そうだよね。結論か。いいんじゃない。え、十分じゃない。あ、大丈夫。ありがとうございます。いやいやいや。ありがとうございました。あ、ちょっと待って。まだあった。まだあったで、まだあんで。ごめんごめん。まだあんで。ちょっと待って、後ろ見ないで。このまま。後ろ？このままでいて。このままでいて、なんか、ヤマトナルシコでそういう風になるシーンあったなんか。このままで。このままでちょっといさせてって感じ。テレビっ子やな。あの時はテレビめっちゃ見たの。めっちゃ美味しい。美味しいな。こんな美味しいもんいっぱい作ってもらって嬉しいな。おなきまね。じゃあ今月誕生日でしょ。おらららららやだー。ちょっとこっち見ていい。すごい。すごい。いやありがとうございます。あしかも37って。知ってくれてた、ありがとう。知ってんだから。おめでとう。ありがとうございます。嬉しい。11日なんで。あじゃあもう。明日？明日？もちもぎちゃんがティッシュを噛んじゃってる。あ、ごめん。あ、大丈夫大丈夫。明日です。ごめんごめん。大丈夫。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。もちまね。ごめん。あ、ごめん。だって忙しいから。ちょっと待って。嬉しい。37やって。うん。嬉しい。めっちゃ嬉しいやん。うん。知ってるようなんでも。ありがとうございます。いいえ、嬉しい。ありがとう。ちょっと写真撮ってこれで。うんうん。これってこれで撮って。あ、持てる持てる。食べた。撮ろうか。あ、全然。はい、じゃあ。あ、いいえ。じゃあ4人撮ろう。4人、4人。はい、まず2人でね。はい、チーズ。見えてる？ケーキ、はい、チーズ。はい。ありがとう。おめでとう。いいえ、嬉
嬉しい。ちょっと嬉しいから、ちょっと長男一緒に行ってくるわ、みたいな。お祝いしてくださって。ありがとう。やめてやめてやめてやめろ。嬉しい。よかったよかった。カネチ生きてるだけやのに困難されて嬉しい。十分よ。十分よ。そうよね。うん、いいやった嬉しい。え、明日なんだ。あ、なんかはい、自分でもちょっと忘れてましたけど、明日でした。よかったです。ありがとうございます。いや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 、嬉しい。いや、全然。消して消して。あ、そうか。うん、はい、じゃあ、そっち側、こっち側から行きます。行きますね。あ、全然こっち側から行きましょう。はい。はい。せーの。おめでとう。イェーイ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。用意してくれて。感謝やな。うん。好きなの選んで。甘いの食べれるよ。はい。大好き。あ、大好きです。はい。え、なんでも、でも全部美味しそう。全部美味しいのよ。全部、え、なんかいいところですか？なんか、近くのです。あ、そう、近くで美味しいとこがあってさ。食べてね。あ、フォーク、フォーク。え、どれも美味しいけど、でも好きなんだ。え、いや、僕、え、僕、え、僕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 、2個とか食べてみ、私的にはなめへん、なめへん、なめへん、ありがとうございます、ありがとうございます。一緒に置いていって、そしたら。え、ちなみにこれ何ですか？これね、なんかティラミスみたいな。ティラミスチーズケーキ。ティラミス大好き。で、ショートケーキ。これチョコだね。チョコレートナッツみたいなやつ。あー、どうしようかな。と、これフルーツ。コンペちょっとどうしようかな。チョコからティラミスがめちゃ並んでる。よし。早してて。全員で、あ、どれも。いいですか？いいですか？一口ずつ。じゃあ一口ずつください。やったー、嬉しい。食べれる？あ、もちろんです。よかった、危なかった、もうちょっとでさ。自由度が半端ない。一つ一つしか選べないとこやった、もうちょっとね。ありがとう。いやいや。やってもらいすぎやな。うん。感謝しつの。ごめん、とりあえずそれ。なんか嬉しいですよ、本当に。あったオッケーオッケーオッケー。しょうちゃん、これあのフィルム舐めてるでしょ、どうせ。舐めよ。舐めるな、なんか舐めずにしまう人、なんか捨てる人、なんか、え、舐めないんですかって言うの。家では舐めてるのかなって思う。フリーの蓋とかさ。そう。舐めるやんな。よかった。ありがとう。全然、どういたばしく。すごい。待って。いたばしくっていうチョイスがいいやん。